どうもトレインです。本日はマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは 150cc のビッグブルー、そして今日ね一つお知らせがあります。本日の21時から、ドリームマッチ2020という、大会がね行われます。この大会っていうのは、今年、2020年の、大規模大会で、1回以上決勝に行った人が、参加できるっていう、ちょっと特別な、大会なんですけども、そこにね、私トレインに参加したいと思います。で、なんだったかな、危ない、ちょっと待ってな、前の赤コーラが危ないから、とりあえず、間違えたちょっと赤コーラが飛び交ってるからちょっと警戒しつつ走っていきまして、そんで、その大会出るんですけども、僕はね、22時からその大会の生放送を行いたいと思いますので、ぜひね見に来ていただけると嬉しいです。結構そのガチ勢の人とか、知ってる人、割と出てると思うんで、あとねやっぱ決勝1回以上行ってるだけあってレベル高いんで、楽しめるかなと思います。よろしくお願いします。さあ何やかんや1走ってるけどトゲゾー飛んできてるんだよな。はい、とりあえず後ろペッて投げて1人当ててれたら美味しいけど、そんな甘い話じゃないと。さあトゲゾー食らって、いやーこの2位のブー、こいつ危ないな、こいつどうにか処理たいんだけど、えぐい上がり方してきてる民がいらっしゃる。とりあえずしばき散らかしていきまして、よしよしよし、熱い、さあなんかめっちゃ血の気多いけど、なんやかんや1位耐えてる。これはもう赤に引かれないことを祈って、前走っていこうと思うんだけど、赤コーラ1個投げられて、どうだこれいけるか、やばいそれ、ああもうあいつ強マジで。いやでもまあ2位耐えれたのはオールオッケーだね、よっしゃはい、またね22時に配信するのでぜひ見に来てください、よろしくお願いします。さあ2レース目はワリオスタジアム、なんか1位がスタダミスってるからなんか1位出れた。そして赤コーラをケツつけて、めっちゃ押せやん、めっちゃ押された。いや、しゃあないな、押されて、4位に甘んじてるけど、どうにかして前出たいね。さあちょっとゴリ押してダブル捉えたからインのアイテム取っていきまして、うわーキノコか、これ周りに赤コーラとかいたら結構 GG なんだけど、いるかいるのかわかんない、ちょっと待って、なんかミニターボが出てないよ、よいしょ。さあい、何持ってる、ちょわかんねえ、わからん怖い。このままいきますか、よいしょ。ショートカット使ってボム兵ケツつけて、どうしよっかなこれ、後ろ潰した方がいいのは間違いないんで、よいしょ、避けづらいとこ置いときますか。ここら辺置いとけば、あ、ちょっと待って、後ろ結構ぐだってたから置かなくてもよかったまであるな。さあ次は1位のバックスナイプ警戒で、危ないシーツカリとライン、おお、びくしょー、よいしょ、ライン外しておきます。さあトゲゾ飛んできた、これ当たんないようにラインちょっとずらし気味で走っていきます、よいしょ。さあ1位出た、ただ昨日になるんだよな、これ裏にね、なんて言うんだろう、強いアイテムとか持ってたら結構熱いんだけど持ってないから、これはショートカットで使いますか、よいしょ。赤コーラ飛んできても耐えれるようにある程度2位と距離つけておけばどうにかなるんじゃないかなと思います。さあイカ来たけど、使わなくていいだしょ、うわーサンダー降ったけど、めっちゃ前の方で回避してる人は少ないから、多分トゲゾーとか飛んでこなかったら割と勝てそうな気はするんですよね。結構ワリオスタジアムってこうやってダッシュ版多いじゃないですか、だから1位結構逃げ切りやすいんですよね。さあトゲ、うわー危ねー、こうわ、ちょっと待って、あ、飛んでる時にね飛んでくる赤コーラ結構避けづらかったりするから、マジ心臓に悪いんだけど、なんとか耐えた。またあいつ、ちょっと待って、またあいつ、うわ、もうまたあいつじゃん、もうまたあいつ、うわ、ちょ、やばい、あー、ちょっかいかけた、怖い、怖い、またあいつに赤コーラ投げられたよ。ちょ、お前だけには抜かされ、お前だけには抜かされまいと言ったところで、OKOKOK、またに、あいつマジで赤コーラ投げてくれ、ちょ、悔しい。いいでしょう、しっかり2位取れてるんで、次レース、行きましょう。さあ、3レース目は、マリオカートスタジアム、さあ、まずコイン取って、でアイテム割ります。さあコインはすぐ使いましょうか、よいしょ、どうせ赤コーラ飛んできたら防げないんでね。あーこいつマジか、ちょ秒で投げてくるやん。しゃあないさ あ次はアイテムしっかり取って、うわーよかった、あいつに赤投げられなくて済んだけど、ちょっと赤にはいらないな、これは止まりますか、ちょっとどいてくれるか、さすがに赤コーラない、赤コーラじゃないわ、コインないとね無理だからね、こちらも。さあこれはちょっとスターに引かれないように右側でアイテム取っていきます。うわトゲゾーせめて表に欲しかったな、ただこのコース結構打開、後ろから一気にね上がっていく立ち回りがね
まあ、割と刺さりがちなんで、まあ、なんとかなるかなといったところ。うわ、これちょっと止まった方が良かった気がしたけど、うわ、キラー引いた、強っ。これどこで使おうかな。いや、そこでどうだろう、どこで使うのが一番強いだろうな。これ裏になんかね、こう強いアイテムとか引けたら熱いんだけど、どこだかな、ここで入れたら、あー、来たー来たー、めちゃくちゃラッキーじゃん、これ。ただただラッキーな人になってる。よいしょ、これはロンググライダー入れますか。よいしょ、さあ斜めメイズか、メイズ入れていきまして、やばい、ちょっとごまかし気味になってるけど、オッケーオッケーオッケー。さあ1位で昨日にとバナナ持ってる。ちょっと赤コーラ投げられたら嫌だけど、まあそのまま走っていきますか。さあまたあいつ、またあいつ、またあいつなんだよなこいつ怖いんだよな、さっきからずっと赤コーラ投げてくるから。え、めっちゃなんか前出てるじゃん、やば、ちょっと待って、押された。これいけるかな、あやつとのロングラ勝負になる気がするんだけど、やばい、ちょっと待って、危ない危ない危ない、いけ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 、止め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 、うん、いけいけるか、ガー、またあいつあいつなんかめっちゃ最後来るなくっそずっとあいつに1位取られ続けてるんだけど、じゃああいつに勝ちたいな次です、行きましょう。さあ4レース目は DK ジャングル。さあまずアイテム取って赤コーラが、いやー、まあ仕方ないな。あ、ちょっと待って手離しちゃった、まあいいわ。よいしょ、まあこれはもう後ろから行った方がいいかなと思ったけど、なんか事故ってる民がめちゃくちゃ多いから、まあこのまま走っていきますか。まあ、ただなんか中途半端な位置いるっていうのも弱いんで、まずはコイン回収していきますか。コイン回収することでマシンのスピードが上がっていきますので、しっかりと回収してね、マシンのスピードを上げていくことが超大事になってきて、あっぶな、マジで、ふぅ、心臓に悪いわ。とりあえずアイテム交換していきまして、何引けるかな。キノヨンか、難しいな。まあ1個表のキノコは使っていいとして、まあ裏に防御アイテム引いて、まあ安全に前出れるようにはしときたいね。さあアイテム交換して、前もキノさんで、2位がバナナか、なるほど。よいしょ、ジャンプかまして、どうしようかな、まだキノコ温存しときたいんだよな。さあバナナあるから、あぶな、マジでアウト走っててよかったわ。よいしょ、さあここでショートカットで前出ていきますが、あー2位が赤コーラ持ってる、そして1個も1位に赤コーラ飛んでいってるから、おととととと1位落ちてますね。いやー、やめてやめて、危ない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 ですよ、危ない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 。お、2位がボム持ってんな、マジマジマジ、どこどこ、投げろ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 、危ない危ない危ない、もう、おおおおおお、なんかすごいことになった。そしてまたあいつ、ああ、お、トゲト飛んできてる、おい、暗い暗い暗い、いけ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 、これはさすがに戻った、ちょっと待って、これいいん、大丈夫か、よし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 、バイバイ、オッケー。あ、ちょっと待って、これ大丈夫か、押されないようにちょっとシティディを、まあ、ガバめに走っていきまして、これは後ろにペイしておこうかな。いやー、当たってないけど、まあまあこれでね、ちょい警戒させておくのが大事と。おいちゃい、ほら、いけ、ふい、はい、よし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 、2位と3位を爆散しきらかしまして、オッケー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 、でかい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 、まあ、の、これは赤コロ、はい、消す、よーし、オッケー。まあやってね、まあ危ない時はね、しっかりと、まあ、消えるポイントでね、消していくっていうのもね、大事になってきますね。いや、これはもういったでしょ、これはさすがにいったでしょ、大丈夫だよな、さすがに大丈夫だよな。よしよし、よーし、オッケー、1位、よっしゃー、オッケー。いや、気持ちいい危なかった、マジで、シャー。はい、では次のレース行きましょう。さあ5レース目はミュージックパーク。ちょっと待って、やばい、やらかした、ちょっと待って思ってた以上にインつきすぎてアイテム取れなかったんだけど、多分後ろのこやつが多分コインめっちゃ持ってるから、ちょ、風くれ風くれ、あー、待って待って待って、ちょ、多分コイン差で追いつけなくなっちゃうな。いや、これはだいぶ痛いミスをしちゃったな。うわー、しかもまたアイテム割られてる。まあこればっかりはしゃあないな。よいしょ、ちょっといい感じのところでコインを回収しながら、まあ、前耐えていこうかな。で、あやつに、まあ、トゲゾを食らってもらって、なんやかんやっていうのが、ちょっと待って、なんかドリフトが入んなかった。おしおしおし、アイテムちょっとで、結局一周ずっとアイテムなしで走ったなまあまあいいでしょう、2位取れてるんで。さあそうだな、あとは、まあ、後ろをちょっかいかけながら、まあ、1位を、まあ、ブラブラ走らせておいて、トゲゾを来たら、まあ、思いっきり刺していきたいところである。まあ、となるとやっぱ自分のこの2位のポジションは、まあ、譲れないので、まあ、後ろからねちょっかい回されたら、よいしょ、危なー、ブラブラブラ、あぶねー、あのバナナマジで。お、トゲゾーじゃないな、クラクション引いたな。あ、なんか1位やられてる。おーっと、これは熱いのでは。よいしょ、ジャンプ、これもうあれじゃない、サンダー振らなかったら割と勝ちの目でかいな。よいしょ、
トゲゾー飛んできても裏のねクラクションでトゲゾー消せるので全然問題ないと。さあこれしかも2位結構離れて、これ赤コーラバナナで消えたりしない？いやー消えねえか。どういうこと？なんか今絶対あれだよね、バナナで消えたよね。もう1個飛んできてたけどあっちいいなー。おーしかもトゲゾー飛んできた。いやーそれはちょっと食らうしかない。ラッキーラッキーラッキー。いやこれは食らってトゲゾー消しつつ、オッケーオッケーオッケー、多分これが丸いはず。よいしょ、ジャンプアクションかましてダブル取ってきます。ちょっと待って、なんかめっちゃキラーで2位で上がってきてるやついるんだけど、あいつやばくね？大丈夫か？2位が、え、でもなんか見えないな。え、いるわ、近く。え、近くいる。え、どこ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 、白猫上がってきてる。よいしょ、ジャンプアクションかまして、これいけるかな、守れるかな、1位。よいしょ、あやつが引っかかって、あー、キノコ持ってる。これバナナすりつけたいけど、多分無理だから、ここですりつけていきたい。ほい、ほい、ほい、無理か。おー、いったー、オッケー、1位、よっしゃー、オッケー。はい、では次のレースでいきましょう。さあ6レース目は新マリオサーキット。まずコイン取りに行こうかな。さあコイン5枚になって、風くれ風くれ風くれおじさん、風取れないおじさんだけど、なんかコイン余ったわ、ラッキーありがとう。さあ風をもらい散らかしまして、これはダブルもらっていきましょうか。さあおい、やり返しオッケー。いや悪く思うなよ、俺は3レース2、3レースぐらいずっとやられたからな。まあまあまあね、たまにはね、甘くて受け入れてくれや。さあ、2位にバナナを当てていきまして、まあいい感じに1位独走体制が作れてきた。あとはまあ後ろで、まあなんやかんや潰し合ってもらいながら、まあ僕はね、気持ちよく1位をね、走っていけたらなと思います。さあ、アイテム交換していって、まあトゲゾーが飛んでくる可能性があるんで、クラクションを引けたらいいなということで、しばらくね、回していきます。そして赤コーラが飛んできたら嫌なので、真ん中ぐらいにバナナを置いて、置きます。真ん中に置く理由は赤コーラが、まあ、真ん中のライン通りがちなので、通りがちなので、まあ置いといたら、まあ、消えてくれるかなといったところ。さあ後ろ投げてトゲゾー飛んできた。どうしよっかなこれ。ボム兵、まあそうだよね、まあ置いてもちょっと当たらなそうだったから置かずにしておきまして、どうしよっかな。1位と2位が潰し合ったところで、1位、あー俺やばすぎマジで、もうあーちょっと待って、危ない危ない危ない、ラッキーラッキーラッキー。もうイカスミ消えた瞬間にあのバナナあんのめちゃくちゃ強いな。さあなんか2位が近いぞ、これは反射を狙いながら当てていきたいところである。さあ当たれ当たれ当たれ、反射で当たれ反射で当たれ、当たれ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 、当たんない、もう一発いけ、もう一発クソ反射狙っていけ、いけ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 、当たれ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 、当たらない当たらないけど、キノに来た、あーいけ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 、よしよしよし、何か1位出た、よっしゃオッケー、1位よっしゃオッケー、よかった、前が潰し合ってくれたおかげと、あとなんかアイテム運が良かったからなんとか勝てた、よっしゃー。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。Thank you.